デイプリングは、ウィーンの行政区の第19区である。ウィーン中心部の北部に位置しており、アルザーグルンとベーリングの北側の地区である。ウィーンの森との境界にもなっている。ウィーン郊外の住宅地区として多くの住宅地が広がっており、グリンツィング、ジーフェリング、ノイシュティフトアムバルネ、カースグラデンなど高級住宅地がある。多くのホイリゲなども立地している。 ウィーンでは最も有名な公共住宅であるゲマインデバウの一つであるカール・マルクス・ホーフやアメリカン・スクールも区内に位置している。デイプリングはウィーンの北西部にあり、ウィーンの森からドナウ川とドナウンガにかけての傾斜地で、ドナウンガは東側6との境界となっている。ドナウンガはデイプリングとフローリツドルフとの境界となっており、ドナウンガはブリキッテナウとの境界となっている。 ギュルテル橋はドナウンガにかかっており、デイプリングの地区を分けている。南側を通る道路ウィーンベルトはアルザーグルントとの境界となっている。デイプリングの32.6%は市街地となっていて、そのうち85.2%は住宅地になっている。緑地は51.8%を占めており、ウィーンの行政区内で5番目に緑の多い区となっている。 そのうち14.9%は農地に使われており、主に武道園に使われており、ワインで有名な地となっている。緑地のうち25.4%は森林で、5.3%は牧草地、2.7%は小規模な庭園、2.5%は公園、0.9%はスポーツ施設、レクリエーション施設などに使われている。 残りの11.0%は道路などの交通用地、4.6%は水域となっている。レオポルドベルクの丘デープリングはウィーンの森の多くの丘が横切っている。多くはニーダーエース・ターライヒ州と近隣の地区との境界を横切っている。一番高いものはヘルマンスコーゲルで標高542メートルであるが、デープリングのシンボルとなるのは484。 メートルのカーレーンベルクとその近くにある427メートルのレオポルドベルクである。他の地区にもそれぞれ丘が横切っており、球場からはウィーンの市街地を望むことができる。ヌスドルフの水路、デープリングには多くの川が流れているが、現在ではその多くは人工的なものか水路の流れに導かれている。森林の川を除いて、それらはドナウ運河に流れ込む。 ウィーンの森の砂岩地帯での修水地のため、通常の水の量の倍以上を集めることができる。多くの水を集まるため、特にクロッテンバッハ沿いでは何度も洪水が起こっている。クロッテンバッハは、デープリングにとっては重要な流れなため、完全な水路が敷かれている。デープリングは11地区に分かれている。デープリングに人が住み始めたのは5000年以上、前とされている。デープリング、 ヌースドルフ、ハイリゲンシュタットにかけての一帯に続いて、ジンメリンクラント通りでおそらく今日ではこれらの一帯は、ウィーンでも最も古くから人が住んでいる地域と考えられている。レオポルドベルクの丘は武器の村で防御のための塔があり、住民は周囲の村々から危険を追っていた。科学的にドナウランド文化について言及されており、この地域の住民はもともと、 インドヨーロッパ語族ではなかった。千年ほど後までウィーン地域に移住してきたイリリア人とケルト人が混在し住んでいた。ローマ帝国と現在のデープリングの関係はいくつかの発見に関連が見られる。ハイリゲンシュタットではリーメスの防御のための塔が見つかっており、ジーフェリングではローマ時代のミスラ寺院が発見されており、ハイリゲンシュタットで発見された教会ともに ローマ時代の墓地と関係している。ローマ時代、ジーフェリングには大きな石切り場があり、多数の労働者が居住していた。さらに、住民の生活の糧を得る手段として、武道園も開かれ、武道園はローマがやってくる以前より行われていたと考えられている。デープリングは戦略上の地点として、選挙や略奪に見舞われた。 1683年に起きた第二次ウィーン包囲は、その後のこの地域に与えた影響は大きい。デイプリングは丘が多い地形と森で覆われた地域で、貴族のための漁場にも使われており、小川や村の間に残り多くの地域に広がっていた。デイプリングの地勢は、多くのワイン生産者も引きつけている。貴族たちが作った村や狩猟後や、ウィーンの上流市民がくつろぐホイリゲの、 ワインガーデンなどで繁栄していった。開発された村は人口の増加に伴って大きくなり、1892年にウィーンと統合され、行政区としてのデープリングが設立された。デープリングはその後も中山上流階級の地域として開発が進んでいった。第一次世界大戦時と第二次世界大戦時に社会主義のウィーン市政府は多くの地区に 公共住宅を計画している。カール・マルクス抱負はその中でも一番規模の大きなものであった。デープリングの郊外はユダヤ人の人口比率が高い地区もある。水晶の夜の時には多くの破壊が行われた。デープリングが最初に文書に記されたのは1114年のデッティアピリックであった。デープリングの地名はスラブ語のトプル以下からで、小宅の多い字や、 ジメジメした場所という意味である。デイプリングは、クロテンバッハと関係しており、古代スラブ語のトプリカが転じて、タブリックやタブリング、ティパリングなどの地名に使われている、可能性がある。1890年代の行政区の制定では、最終的にドーボリングの名が付けられた。ありがとうございます。